ナースプラクティショナーとは、主にアメリカ合衆国において見られる上級の看護職である。一定レベルの診断や治療などを行うことが許されており、臨床医と看護師の中間職と位置づけられる。アメリカ合衆国においては、全50州が NP による医療行為を認めている。看護師基本資格は登録看護師として区別される。現在では、 RN 全体の8%にあたる15万人が NP 資格を持っている。NP は看護師として一定以上の職務経験を積んだ者が専門職大学院において必要な学位を取得し試験に合格することによりこの資格を得ることができる。同職は集単位の規制によって規定されており NP 自らによる診療所の解説は 事故の責任においてこれが可能である州、定型関係にある医師の監督下において可能となる州などがある。NP の可能な行為は、医師の補助のほか、医師のいない過疎地等においては自らプライマリケアの主体となっている場合もある。初期症状の診断、処方、投薬などを行うことができるが、下下手術などは行うことができない。NP の専門領域は、 すべての州で認められている、ウィメンズヘルス、小児、高齢者、精神、急性期の5つの領域のほか、救急、家族、新生児などの領域がある。米国で導入されたのは1960年代。1965年には、コロラド大学で NP の養成が開始された。1988年には、全50州で NP の診療行為に対して、 診療報酬が認められるようになった。米国では医療費や医師の給与が高額なため NP の導入には医療コストの削減という側面もある。日本では2008年に大学院修士課程でナースプラクティショナーの養成教育がスタートしており、大学院卒業と同時に日本 NP 大学院協議会の NP 認定試験に合格し NP に認定される。 現在は制度化が進められている。日本看護協会は、ナースプラクティショナー、またはそれに類似する資格を創設し、医療ニーズに応えることが必要であると考えている。これに対して、日本医師会は2009年の時点で、問題の本質は医師不足であり、医療の安全、質の点から、ナースプラクティショナーの導入に反対している。両方を主観する。 厚生労働省は2010年の時点で今後の医療ニーズに鑑み、看護師の役割拡大の検討をはじめ、2015年10月1日より特定行為に係る看護師の研修制度を開始した。ただしこの研修によって看護師は独自に診療を行えるようになるわけではなく、あくまで医師の指示のもと手順書によって定められた特定行為を行えるようになるにとまっている点で、 アメリカのナースプラクティショナーとは異なる。1972年以前のアメリカ占領下の沖縄では正規の医師ではないが医療行為を行える資格としてカイスケという制度が設けられた。しかしながらこれは、いわゆる代用医師としての意味合いが強く、はじめから専門職として位置づけられているナースプラクティショナーとは経緯、意味合いが大きく異なるものである。また、 当時の沖縄においては、一般に対する予防医療行為を行った、高度看護師として、公衆衛生看護婦という資格が存在していたが、この職種は沖縄が日本に返還された後に、保健師に統合された。ありがとうございます。